大いて場い11レース神田川オープンです。能力偏差値ですけれど B ランクが1等、C ランクが4等です。能力偏差値上は上位混戦のレースだと思います。これから偏差値上位の馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。 まず指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります、えー。黄色線は連帯目安のラインとなります、えー。3定20まル打ちました。偏差値1位、15番の馬です、えー。2層前、3層前、4層前、5層前と黄色線を上回る指数をマークしています。 特にこの4層前は黄色線を17上回る優秀な指数をマークしています。能力は相当高いと思います。全場比較してみると、この馬のピンク色は、この4層前の指数はトップクラスではありますが、その他の指数はその他の馬と混戦となっています。 距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸。今回は1 0 0になります。指数のピークですが、ここが1800になります。昨年夏1 0 0を2度走っていますが、非常に低指数です。1 0 0は短いと思います。距離の面ではマイナス評価した方がいいと思います。 次に展開面を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。この馬ですが5番手以内からの競馬で高指数を出しています。行為につけて競馬がしたいタイプだと思います。先行力分析シートを見ておきます。 一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭、先行タイプが5頭います。えー、ミドルペースを予想します。まあ、客室による有利振りは少ないと思います、えー。先行力で相当していますと、この馬の先行力が62でトップです。えー、しっかり行為につけてマイペースの競馬ができそうです。えー、展開面はプラス評価した方がいいと思います。開催場も見ていきます。 開催場は数字の指数の上の関数字になります。漢字じゃなくてですね、数字の場合は多い、多い競馬ということになります。この馬ですね、このあたりの高指数は全て多い競馬場で、浦和では指数を落としています。前走の川崎も指数を落としました。多い適性は高いと思われます。 次に暫定丸を打ちました能力偏差値に6番の馬です。前走と2走前に黄色線を上回る指数を出しています。能力は20丸打ちました先ほどの15番には若干劣りますが連帯資格は十分だと思います。距離を見ていきます。高指数は1004です。 えなので、距離は問題ないと思います。展開面を見ていきます。この馬はですね、中段からの競馬で高指数を出す傾向があります。この馬の先行力見てみますと、この馬の先行力は9番手の38ということで、後ろからの競馬になってしまう可能性もあります。 展開面では若干のマイナス評価をした方がいいと思います。暫定黒三角打ちました。能力偏差値、3位の8番の馬になります。大いに来てから、7戦中4戦で黄色線を上回っています。黄色線に届かないところも、まあ、大きな指数の低下は、 ありません。まあ安定したタイプだと思います。連帯資格は十分です。距離を見ていきます。指数のピークですが、1006とここ千八になります。1004は若干短い可能性があると思います。距離の面では若干マイナス評価した方がいいです。その他の馬も見ていきます。 暫定×を打ちました能力偏差値4位9番の馬です前走の多い1008で優秀な指数を出しました、まあ、能力は高そうですし多い、まあ、で構想しているということは多い適性は問題ありません、えー、距離は1008や、えー 中央でも1007で指数を出していることから、ちょっと、専用は短いような気がします。次に、暫定黒の星を打ちました、能力偏差値5位、13番の馬です。昨年秋に、黄色線を3度上回っています。ただ、金層は低指数が続いています。 距離も専用は多分短いと思います。これは3着候補まででいいと思います。以上、適正分析を考慮した最終予想印です。本命20丸打ちましたのは15番です。このまま能力はトップ。距離のリスクはありますが、展開面。 開催場適正で高評価しました。対抗丸を打ったのは6番です。展開の面のリスクはありますが、距離、レース間隔、枠順、対戦成績の面で高評価しました。馬券的にはこの2頭を中心で、あとは C ランクおよび D ランクですが7番、このあたりから選択してください。